東京、スノーマン阿部亮平がアンバサダー。日本初上陸の没入型展覧会。モネ&フレンズアライブが開催。モネの没入型展覧会が、アンバサダーに阿部亮平さんを迎えて開催。第1回印象派展が開催されてから150周年を迎える今年、世界中で愛されてきた、フランス印象派の世界を冒険する没入型展覧会モネ&フレンズアライブの日本開催が決定しました。日本初開催の場所は、東京、日本橋三井ホールです。グランデエクスペリエンセズが制作プロデュースした本展は、社会的にも政治的にも混沌とした時代に生まれた印象派の歴史を紐解きます。19世紀半ばから20世紀初頭にかけて活躍したクロード・モネや印象派の作品の数々に、力強いクラシック音楽と最新のイマーシブ技術を組み合わせることで、芸術性とエンターテインメント性を兼ね備えた没入体験をお届けします。